タロンの伝説いいよな。はい、今野孝明です。今日はですね、お茶の水の方に久しぶりに来ております。20数年ぶりに楽器をね、買おうかなと思って、楽器っていうか5弦ベースと7弦ギターを調達したいなと思うんですけどね、5弦ベースもね、7弦ギターもちょっと弾いたことないんですよ。だけどちょっとゴリゴリな、まあ、メタル系のねフレーズとか弾くのにやっぱちょっと必要だなと思って、でベースに関しても結構ね下の音域までね使いたいなっていうのがあるんで、ちょっとやっぱり5弦ベース必要だな。誰かミュージシャンにねちょっと貸してって言ってもいいんだけど、やっぱり自分の楽器があった方が久しぶりに練習もすると思うしね、ちょっと頑張ってベースもギターも上手くなろうかなと思いますので、ちょっとゲットしてみたいと思います。それでは行ってみよう。あー、やっぱ感覚が全然違う。
すごいな。素晴らしい。お客様お待たせ。どんな具合でどうですか。斜めになってんですね。そうなんですよ。バンドフレットっつってなんか。はい。でもあのブリッジというか、あの弦のコマも斜めになってるんで、はい、最終的にはギターと弦に関してはまっすぐになるような感じになってる。はい、だからやりやすい方とやりづらい方がいらっしゃるから微妙なんですけど。はい。なんか資格は慣れるまでちょっとね、大変ですよね、それはね、普通は。ただまあ弾きやすいですね。圧倒的に弾きやすい。クリアな感じになるのだと、これでリアになりますか。そうですね、これでリアですね。多分ピックアップセレクターなんで。
ーもなんかどうしても斜めになってるとなんか目がおかしくなっちゃう。これだとハイエール普通で普通か普通ですね、一般的な似合わない。ああ粘りが効いてるわ。粘るな。歪みがより細かくなってこっちの方が綺麗に、はい、各楽器あの弦の音は出やすくて、はい、こっちの方が馴染むっていうか粘り効いてるって、まあいいですね。なるほど。買いました。長い一日でしたけど、長い一日って言ってもこんなに試奏して選んで時間かけたの初めてかもしれないな。何時間かな、4時間ぐらい選びました。はい、結構10本ぐらいは弾いて選んで、はい、これを買いました。ちょっとよくわかんないけど、もう入ったばっか、入荷したばっか、数日前に入荷して僕が第1号で買いましたのでね、ちょっと後でスタジオ戻ったらちょっとゆっくりレビューしたいと思います。